看護師の卵たちが巨大地震の揺れを体験、災害時の看護の役割を考えました。岐阜県可児市にある岐阜医療科学大学が開いた特別授業には看護学部の4年生100人が参加。南海トラフ地震が発生した場合に岐阜県で想定される最大震度6の揺れを体験しました。思ったよりもすごい揺れて、病院で入院されている患者さんとか状況とか把握できない方はすごいびっくりされると思うし、そこに対応される看護師さんたちも常に訓練とかされないと即座に対応は難しいなというふうに感じました。自分の身を守らないと、他の人への助けはできないと思うので、日頃から、備えていきたいと思いました。学生たちは避難所の仮設トイレを想定し、尿に見立てた水を凝固剤で固める手順なども学んでいました。